この木は熊が折ったのに違いありません。爪痕があります。熊は自分がいかに強いかを他の熊に見せつけているのです。もしヒグマが本気で喧嘩したら、必ずどちらかが死ぬことになるでしょう。クマが力を誇示し合うことは、お互いに自分の力を相手に知らせ、殺し合いを避けるという意味があるのです。